はい、おはようございます。永田です。さて本日のオバブは、直近のアプデで調整をもらえたガンダム X2000 コスの方ですね。そちら見ていきましょう。まあ、この機体はもともと今作になってから、まあ、2000コストになって、まあ、前作まではね、特格でパカパカ乾燥してたやつが、まあ、普通の、なんだろう、飛んで着地する機体になったんだけど、なんかこうパッとしねえ、まあ、機体だったんで、まあ、せっかくね新しくしたんで、まあ、強くなってほしいなってところで、今回ようやく情報が来た感じですね。はい、というわけで早速でけえところからいつも通り見ていきましょう。まあ単純に一番強くなった点といえば、まあ、個人的にね、まあ、レバー左右入れ特殊射撃なぎ払いサテライトですかね。これ射程距離が伸びて、単発が今まで120だったところ140になって、これのおかげで3002号の小走馬した方にね、当ててしまえばジュッと蒸発させることができるようになったわけです。で、他だとチャージ格闘のマイクロウェーブ水蒸気爆発、まあ、今作からの新技なんだが、まあ、キャンセルができないことでね、まあ、結構欠陥な武装ではあったが、まあ、ようやくキャンセルできるようになって、まあ、これのおかげで、まあ、自衛に非常に使いやすくなったといったところか、敵の進行方向を塞いだり自爆をしたりみたいな、まあ、そういうのが調整前よりもやりやすくなりました。まあでもこの武装に関しては、まあ、原作とのね、なんかすり合わせとか、まあ、相違とかに問題がなければリロードするようになってもよかったんじゃないかなとかは思ったりしたかな。そして他に見逃せない点としては、サブ射撃のアシスト周りの、まあ、一新ですね。新規アクションを2つもらってます。まずレバー N、エアマスターとレオパルドが同時攻撃、まあ、最近流行りの2体同時攻撃アシストですね。まあ、これレオパルドのね、ミサイルが、まあ、ちょいちょいいい味を出してて、まあ相手がステップを踏まないだとか、まあ甘い歓声上昇とかね、そういうことやってると意外に誘導と範囲で食いついたりします。まあステップさせるための武装でしょう。で、あと目立ちづらくはあるんだが、エアマスターの単発ダウンのバスターライフルがね、思ったより上下誘導良かったりするんだよね。まあ今回の視点でちょっと見せられるかわからないんですが、まあ、Gメカの特格メインみたいな、まああんなに露骨ではないんだけど、そのノリでストーンって落ちたり上に上がったりするので、まあ意外とそっちが主役なのかもしれません。で、もう一個の新規アクションがレバー前後入れで、まあ今まではね、地上を走って当たらないビームナイフ攻撃をしていたレオパルドがようやく空を飛んでビームナイフを突き立てるようになりました。まあ、どんだけナイフが好きやねんみたいな、そのインナーアームガトリングは飾りかみたいな感じではあるんだが、さすがに調整前よりは当たるようになったかなって感じですね。弾速が速いんで、まあ、近距離で割と無理やり当たるところはあったんだが、まあ全体を通してそんなに当たる気配はなかったね、俺ん時は。そんでラストに特殊格闘ハモニカブレードの方ですね。まあ、こちらまあ公式サイトの方だと箇条書きダラダラってしてて、まあ、何がなんやらという形ではあるんですが、まあ、とりあえずね、1射目2射目ともに発生が大幅に上がってまともに打てるようになって、そして2射目の弾速誘導性能、そして弾の大きさ、まあ、云々が調整されて、思ったより打ってもいいのかなみたいな。まあ相変わらず後ろ特格のね、ゲロビが強すぎてそっち優先にはなると思うが、まあ、俺は特に2射目をね、縦ブレにするやつが好きだったかな。結構しっかり上下誘導食いついてくれて、まあ、ゲロビではなく誘導で何かを取りたいなって時は打ってもいいんじゃないかなって思いました。まあそこら辺は視点の方で見せられるかと思います。とまあざっくり目星そうな調整点がこんなもんか。まあ確かに強くはなってはいるんだが、俺一つね、今回の調整で残念だなって思うところがあって、メインアメキャンが欲しかったなと。まあ、メインサブへのキャンセルルートですね。まあ、俺このオバブが始まって割と早めに GX をね使ってみたんだけど、やっぱそん時も感じたんだよね、動きにくみたいな。特に後ろ角でカウンターとかね、投擲物みたいな前向いてステップ踏める武装もなければ、あとこいつの武装性質的に結構後ろブーをすると思うんだよね。結構相手から逃げるみたいな選択肢を取ることが多いとは思うんだが、まあ、そこら辺でね、感じた動きにくさみたいなのが改善されてないのが残念ポイントかな。メアメがあればね、ちょいおもろいキャラにはなれたとは思うんだが、俺はちょっとあんまり使ってて好きくないな。2000コストメアメできない縛りでもあるのかなと思ったんだけど、まあ、同じ作品のベルティゴだったり、あとはパッと思いつくのでルーゼータとかはね、目アメできてるんで、こいつにもクレヨンみたいなところは感じました。はい、そんなわけでまあざっくり総評したところで、あとは実況やっていきましょう。よろしくお願いします。
さて2戦目の途中からですが、結構な時間経ってるのにお互いコスト変動がなしということで、ここはね先に落ちた方が、まあ、急に気まずくなるので、まあ、そこら辺ね気をつけて立ち回っていきたいところではある。さあオーバーヒートになってしまって、この機体ね、まあ、さっきもちょっと触れたけど武装性質上わかんない、俺のブーストの使い方にもなありなのかな、結構勝負オーバーヒートするところが多くてね、意外とそこら辺も使いにくい要素ではあったが、さあ地味にレオパルドのショルダーミサイルかな、パッと見ホーネットミサイルとかそんなね、レオパルドの武装はね多くていろいろ覚えられねえんだよな、本当にインナーアームガトリングガンしかなんか印象にない感じですが、どっかでな何かの間違いで1話限り、原作1話限りスパラボ R にも出てきた水中用レオパルドとかアシストで出てこないかな、ワンチャンプレイアブルで。さあそんなことを言っていたら、後ろ特殊格闘めちゃくちゃ強いハモニカゲロビ、そちらでライフリーを落とした、まあ、今回の調整全く関係ないところではあるんですが、さあここからは命を大事に立ち回っていきたい。さあバスターライフルを当ててから、しかしエイジ3に見られてしまった、変に抵抗してしまったことでエイジ3に再度射撃攻撃をもらってしまって、また落ちると。しかしこの機体耐久が660なので、まあ、なんとか攻撃を当てる、もしくはガードをして覚醒を貯めてあと2回ほど回していきたいような、そんな感じがしますが、遠距離からゲロビが出てきた、エイジ3だ、まあ、これであと1回の覚醒を余儀なくされた感じが、まあ、時間的にもね残り時間も20数秒ということで、まあ、シャッフルではあるが、ここはタイムアップ勝ちを狙っていきたい。さあここは F 格闘、そこから前派生も入れてバーストアタック、ディバイダーからのソード連撃、切り抜けてハモニカピピピからのでかい一撃、まあ、ここは後々のねスコア勝負の時のためにアタボを稼いでおいた。そして単発140になったなぎ払いサテライトでライフリー落として、もうこうなってしまえばよほどのことがないと負けないので、まあ、保険のためにねダメ押しで敵に攻撃もらわず、アタボ稼がせず勝ちといったところで、ありがとうございます。というわけで次見ていきましょう。敵の編成がライトニングガンダムフルバーニアンとクアンタフルセイバー。この試合はね強化されて近距離での発生が早くなった前格闘のパンチが活躍する試合です、こうご期待。さあそんなわけでライトニングガンダムに射撃で圧をかけていく、まあ、とりあえずお通しのハモニカゲロビからの相方を助ける前格闘パンチ、意外に伸びるんだな、まあ、これ系そんなに伸びない感じがしたが、まあ、でもさすがに F 格とかの追従のあれは乗らないとは思う、ちょっと試してないけど、まあ、乗らないがさ、遠くからゲロビを流されてしまって相方と共に食らってしまった。さあハモニカブレードの方ですね、2射目がいい具合にステップに噛み合ってそこから追撃を入れることができた。さあここは格闘シーエスで、まあ、敵の進路を塞いだつもりが、まああんまり効果はなかったが、まあまあキャンセルできるところは見せられたと思います。さあこちら2戦2戦なんでね、じりじり詰めていきたい。ハイパーバズーカからのしっかりバスターライフルで、連撃をしつつ、そこから横特射のサテライト、これ単発140なのいいですね、なかなか幸せな気分になれる。さあクワンタフルセイバーがバースト、まあさすがに食らうとやばいので上でビームソードを振って時間を稼いでから落下すると素晴らしい、まあ、ちょっとでもね時間を稼げればよしなところで、ここはいい感じに狙ったサテライトのなぎ払いが当たってクアンタフルセイバー覚醒落ちさせることができたが、さあフルセイバーに向かってハモニカはステップされてしまったが、ここは横格闘からでかい一撃の前派生、このソード前派生かっこいいよな。さあクアンタフルセイバーにこちらカタール当てられてしまって前格闘からのコンボループ、まあまあこちら2戦2戦なんでね、そこら辺いろいろと余裕を持って立ち回りたい。お、もうバーストが溜まっているが、さすがにここは相方がレオシグとか村本じゃない限り歯茎を向いて、吐くということはない。さすがに次に持ち越しでいきましょう。相方が量子化コンボを食らっているのでさすがにカットはできないが、ここはオーバーヒートになってしまうが、ちょっと無視されてる感じが、そういう時は前格闘で自分をアピールしていきましょう。さあ横格闘から前派生でしっかりダメージを取っていく、まあ、こうなってくるとこちらいいですね、ライトニングガンダムフルバーニアンも倒してここで落ちる。相方がカバーリングなので今度こそ2回使う、そんなプランでいきたい感じがする。さあビームが太くなったサテライト、ダメージを与えつつライトニングに向かって、まあ、ちょっと小相場蒸発の横特射を狙ったが当たらず、さあここでと思ったらなんだ、向こうの攻撃モーションに当たって、おエアマスターファイターモードかっこ
こいい、そっちが頑張ってくれて終了です。というわけでラスト見ていきましょう。敵の編成が V2 ガンダムとシャア専用ゲルググ。この試合はね、レオパルドのミサイルがお、なんか頑張ってるねみたいな、そんな試合だったと思います。ハモニカゲロビアガードされてしまって、まあとりあえずは2000コス同士でイチャイチャやっていく。レオパルドのショルダーミサイルからこちらシールドバスターライフルでつなげていくと、そしてアサルトバスターになったので、ここはサテライト狙いつつ、まあさすがにちょっと下がりたいところではある。敵のサブ射撃見たので着地を通しながら、まあそろそろゲロビがあるんじゃないですかね。まあそこら辺見ながらしっかりアメキャンも重ねていくと素晴らしい。そろそろ V2 をハイパーバズーカが当たっている。で V2 がなくなったのでアサルトバスター、まあそこら辺行っていきたい感じ。さあシャア専用ゲルググにちょいちょいダメージを与えながら、こっからね V2 を減らすのがかなり骨が折れるが、シャア専用ゲルググなぎ払いサテライトで覚醒落ちさせることができた。もう一発でもいいから V2 を傷つけておきたい感じではあるが、ここはまずこけてしまって射撃に向かって、もしかしたら前角通るんじゃねえと思ったが、普通にビームライフルで迎撃されてなぎなた突き刺されてしまったコックピット位置。さあハイパーバズーカからここはちょっとでもダメージが欲しい。バーストアタック、これ好きなんだよな、好きなんだが投げもは投げんだ。カットされてしまって、最後のハモニカのでかい一撃は当たらず、相方が超頑張ってくれて、で V2 がアサルトバスターがちょあまり近づきたくねえなってところで、まあこうなってくると射芸3回も視野なのかなみたいな感じでシフトしていくわけです。まあここら辺 V2 の強みですね。さて AB も終わった感じの V2 にレオパルドのミサイルが当たっていいですね。ビームからバズーカなんとかやりつつ、いい感じのハモブレの打ち方ができないな。なかなかこう相手のなんだろう、垂直落下に2射目のやつを当てたいがなかなかうまくいかず、そしてシャゲの横特者相変わらず強いなぎなたコンボで落とされてしまって、まあまあ先落ちはいいでしょう。そこからどうする、強いのがハモニカゲロビ。さあ相方がどうだろうな、もう1落ち後、あいいですね、落ちたからバーストが溜まったので、おレオパルドナイスミサイルからで予想以上に減った前派生。まあ F 角っていうのもあるんだけど、意外にダメージ効率がいいんだなということで V2 ガンダム落として終了です。はい、というわけで以上が調整でアッパーをもらった2000コスの方の GX の視点でした。いや本当にな、目アメがあればね、俺はまあまあええんちゃいますのみたいなことは言えたんだが、そこだけはねちょっとマジで惜しいなってポイントでした。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長田にもご期待ください。